上杉貞勝は、江戸時代前期の大名。では国米沢藩の第二代藩主。上杉宗家十八代当主。慶長九年、初代藩主、上杉影勝の長子として誕生した。聖母で継承の側室である四つ辻氏の実家。四つ辻家は、西園寺家の一門で、区家の名門である。 四辻氏は定勝を産んで百日余り後に死んだため、なおへ金継ぐ、お船の放布祭が養育に当たった。慶長十五年、二大将軍、徳川秀忠に、おまみした。この時、千徳の名を授かる。元那九年二月十三日、江戸城に登場し、秀忠に石見。十四位下に女子自重に任官、壇上大筆を兼任。ただし、 父の継承が1月10日付の定勝宛ての書状にて、自重への任官話を伝えていることから、元服や任官に関しては事前に、幕府から継承に相談があったと考えられる。また、高家なりの官職である自重を与えられたのは、父、継承が中納言であったことが配慮されたとみられる。同年5月13日、父の継承が死去したため家督を相続する。このため、 急遽一旦帰国しているが、6月25日の秀忠の上落、三大に間に合わせるために、すぐに京都に向かっている。寛永三年8月9日、左小野江県証省に転任し、壇上大出場元。これより、先の寛永元年に、将軍の計らいで、鍋島勝重の娘と婚姻し、寛永十一年、三大将軍。 徳川家光の上落に従った。寛永二十年、合図藩主、加藤秋成の除風処理を行う。また、上杉氏の母大寺である、臨戦寺と直江氏の母大寺であった徳少寺との、総録の地位をめぐっての争いの結果、徳少寺を破却した。商法二年、死去。去年四十二、着難綱勝が後を継いだ。 官営15年に六尺五寸一歩の三百一端制を持って総検地を実施し、高祖制度を整備。また、武行、軍代、大官などの反政、豪尊支配体制を整備し、直江支配体制から藩主直属支配体制への移行を推進する。江戸幕府の指令を受けて、キリシタント締シマリオ教科、寛永5年に天春のぶを処刑するなど、領内で、 藩士を含む多数のキリシタンを逮捕、死罪に処し、寛永16年にキリシタン横目を豪村に配置して、監視に当たらせた。一方でいとこである山浦光則が処刑されるのは、貞勝の死後のことになる。貞勝は、米沢藩士に対して、竹の風を真似することなく、万事しっそり一義を作法を胸とし、衣服は、 小袖上下や切りばかまなどは無用であり、もっぱら文部ただたかに励むことという法令を出しており、この法令は後に、上杉春のの初入部の際の五条目の転書に使われている。ありがとうございます。